皆さんもちょっとは気にかかってるんじゃないか。そうだそうだ、ここに並べたのは新旧500円玉のちょっと比較をしようと思っての、令和3年、まあ去年の11月1日から新500円玉硬貨が発行されたんだの。これだの。だからこれのちょっと2018年からの19、20、21と、これが平成30年、31年、うん、この西暦2019年にはの年号が変わっているから、ここに平成と令和があるのだ。令和元年、それと2年3年、だからこれだけ種類があるんだの。まあ他にもあるんかは知らないが、とりあえずここにあるのでの。で、去年の11月にこの500円玉が発行されて、マダムの町にはあまり回ってない。私ものお釣りで受け取ったいうことはないんだが、これちょっと銀行でのちょっと両替してきたんだ。なぜ比較かというとの、今度の500円玉はここに書いてあるようにのバイカラクラッド、まあ、方式というかの、そういうやり方で作られているそうなんだ。一体このバイカラクラッドとは何なのか、ちょっと新しいの見せてみようかの。見えるかの。ニッケル黄銅と白銅、銅で作られているらしいんだ。真ん中にの、ちょっと見にくいが、周りが黄銅、中がの白銅と銅で、まあ、中の、真ん中の白いところは、なんかサンドイッチにしての、そこに入れられているように聞いてる。こっからはの、中見えないから、そう思っているんだが、まあ、見えるのもあるのだ。ちょっと透き通るとの、こうやって見えないかの、中の方が、銅が隠れていないか、またの、ちょっとわかるのがあるんで、またお見せするが。ちなみに、令和2年、オリンピックがあったの。このオリンピックの時、パラリンピックの、これ記念硬貨なんだな、これ。これもの、同じ方式で作られているんだ。うん。ちょっと見えるかの。もうすでに、この新しい硬貨の前に、こういう同じやり方での記念硬貨というのを作ってあるんだの。この他にもの、なんか都道府県の、まあこういう硬貨が、記念硬貨というのがの、あるらしいんだよ。それと、これがまあ100円玉なんだが、これもオリンピックの記念硬貨なんだ。まあちょっとの、これも後で見せるから。それと、日本の円と、ヨーロッパのユーロ。これもの、10年ほど前にヨーロッパに行った、まあお釣りでもらって、私が持って帰ったんだが、まあ同じような方式なんでの、ちょっと比較してみたい。ちょっとの光って見にくいが見えるかの。左の上が平成30年で31年と、下が令和5年ちゃうわ。5月1日からの、これ、年号が変わってるからの、2種類あるんだの。それと、オリンピック記念硬貨。大きいのが500円玉での、下が100円玉なんだ。まあ種類はの、ちょっと、ここにもあるんだがの、ちょっと光っての、わかりにくいかもしれんが、こういう種類があるんだ。それと、これがユーロ。ちなみにの、1ユーロは132円、2ユーロは260円ぐらいかの。まあ変動しているから、ざっとこういうのがの、バイカラクラッド。ユーロはの、この、クラッドになってるかどうかはわからないが、バイカラはバイカラだの。ちょっと一つずつ見ていこうかの。先ほども言ったようにの、2019年には平成の、もうこれ最後だの、平成31年。まあ皆さんよく見ている500円玉なんだ。それと令和元年、見えるかの。まあ1年に、まあ2枚の年号が変わってあるんだ。で、令和3年11月1日から、まあこれはまあ、これが今のだの。500円玉。このゼロの中にの、ちょっと上と比べてみたらの、ゼロの中に、まあ縦線があるんだの。これが、まあ一番違い、見た感じは。
この中にの縦線の中に透かしてみるとの見えるかの500円と書いてあるんだ。わかるかの、ちょっとわかりにくいからの、光ってるし、それとの今度は上から透かすとのジャパンと書いてあるんだの。それと裏側だの、裏側もの同じような作られているのはこの一番枠二段になっているんだの。これ枠がの二段になって、そこにもまあ目には見えないがの、なんか500円とジャパンと書いてあるらしいのだ。このバイカラはわかるかの、真ん中に白土見えておるかの。この中にの先ほどにも言ったようにクラッド、まあサンドイッチされてるんだな、白土と銅が。これはの先ほども言ったね、杉通って見えないからの、見える方法があるんだこれ。そしたらちょっと見てみようか、この中をの、レントゲンではないんだが、この中はの、ここにあるオリンピック100円硬貨、うん、まあこのオリンピックとパラリンピックあるだの、こっちがオリンピックかの、あのちょっと人形じゃないが何か生き物の顔みたいなのが書いてあるの。これがのクラッド、これのクラッド方式で作られているんだの。表と裏が白土で、真ん中にのサンドイッチに銅が、銅でサンドイッチしてるんだこれ。ちょっと見てみえるかの、ちょっと見たら色が銅の色がしてるだろう。まあ10円玉の色だの。ん？これが小さいのはの、この中に入っていると思えばの、いいんじゃないか。まあこれと同じ、多分材質が小さくこの中に入って型をされてるんだの。まあこのオリンピックの500円玉もそうなんだ、同じやり方だから。平成2年の方はの先に作られてるから、まあこれをして試し打ちみたいなもんだの。で本番がこちらかの、ちょっと見えるかの、裏がわかるかの。これ風神、雷神の風神じゃこれ。こちら風神いてるだろう、こちらあのオリンピックの方は、ん？ほらほらほら、見えるかの、うん、雷神じゃ、雷神じゃ。何か周りに、体の周りの太鼓みたいなもんがついてないか。トントコ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 、ピカピカゴロゴロ、この風神雷神が巻き刻まれてるんだの。これがオリンピック記念硬貨で、これはの先ほど言ったまあこれは100円玉なんだが、もう一度見てみようかの。裏はの、オリンピックのマークがあるの。うん。これもよく似てるけどの、よく似た、その生き物というか人間、人間じゃないわ。何かあれ何だったんかの。まあ人形と言おうかの。この裏、パラリンピックだの。これ見てくれたかの。それでは次はの、ちょっとの、特徴がまだあるんでの、それを見ていこう。特徴といえばの、今までの500円玉、まあこれがもう、まあ最後というか、平成3年の、まあ、ここには3年のがないの。3年のもあったんだが、ちょっと、3年のも2種類あるいうことだの、これの。10月30日までのがあるからの、一つ忘れてるの、ここに。このの、特徴としては、この横の線なんだな。これはの、粗いのと細かいの。見えるかの？粗いのと細かいのでの、順番に、まあ、細くなったり太くなったりを4回繰り返してるんだの。こう、2枚揃えたんだが、どうかの？ちょっと小さいんでの。うん、分かってくれるかの。まあそういうことなんだ。また手元に来たらのよく見ておいてくれ。こ
これにもの、これにも、すでに、このオリンピックの記念硬貨にもの、同じことがされてるんだの。お、飛んでいったな。うん、ちょっと二つ並べてみたが、あの、ギザギザのの太さが違うんだの。細いのと太いのと、見えるかの。こちらは単一での、細いのだけ、太いのだけとなっているが、まあ、この時にも、試し打ちしてるんだの。それと、100円玉。これもの、ちょっと待っての。見てみるか。これは100円玉だぞ。これもの、細いのと太いのと、の。パラリンピックの方が太くて、オリンピックの方が細いの。だから、新500円硬貨は、これを足したみたいなもんだの。だからこちらが試し打ちなんだ。そう思っているよ。これで大体の日本の硬貨、分かってもらえたかの。バイカラークラッド方式で、7.1g で直径 26.5mm。1円玉がの 1g だから、これ7.1g。1円玉7個と、これ1枚と同じ重さなんだな。私はこちらほど重たいと思う。重たいのは 0.1g だけなんだ。もっと重たいの。どの500円玉を見てもの、1円玉7枚と同じとは到底思われないの。まあ価値的にはの、1円玉500個と一緒なんだから、重さもの、それほど重たいように思うの。1円玉100枚、まあ500枚持っててもの、こんだけの、まあ持つのは楽だからの、1枚。一応これで分かってもらえたかの。ちょっとこの裏も見せておこうかの。これ、オリンピックのマーク。これ、パラリンピックのマーク。ついてるの。これがまあ新しくなった500円硬貨。それではの、次。この私がの、ヨーロッパ行った時に持って帰ったのがあるから、これの、今度、次。日本のと比較してみようかの。